そうそう。だから夜も、肉なら、べとか、てかべとめんな、ああ。太郎いらっしゃい。はい。ダチンはもらってたんだろ？ダチンは母親がくれてたけどね。俺は、ダチンは、1日100円。4年生ぐらいまでは。うん。だから、さっさと、チャリでよ、出前下げ終わらしてよ。あのよ、パラダイスに行きたかったんだよ。パラダイスってなんだかわかる？駄菓子屋。ほら、身内が、なあ。そうそう。だから月3000円だから、弟はいくらもらってたのかなんか知らねえけど、虐待にはならないんじゃない？やっぱり家族経営だから。俺ん時は、給食、ソフト麺とかもあったし、あと、砂糖がガリガリついてるあのパンが俺好きだった。あと、杏仁豆腐とか、デザートのな。そう、揚げパンに砂糖ガリガリ、棒も食ったことある？だ、復刻版で、今売ってんだけど、あれ、全然。あのね、なんか洒落てんの。今のは。俺らの時代は、あのね、ちょっとね、油臭いやつなんだよ。要するに、学校の中に給食室があって、そこで揚げてるから、もう油もダメ野郎なの。でも、あれが良かったんだよ。わかる？じゃあね。で、しかも、上白糖を使ってないの。三温糖かなんかで、まぶしてっから、ちょっと茶色いの。時代が時代だね、やっぱりな。そう。貧乏くさいっていうか、ああいう、ちょっと砂糖が、砂糖らしくない味ってみんな思うけど、じゃあそんなこと言ったら、甘い甘味の話になるけど、何をもってして甘いって思うのって。俺ね、今日のね、ちょっと前の話で、坊が言ってたけど、歯医者さんはね、舌ベロをこすりすぎたら、いいとか悪いとか、これ二つに分かれんのよね、なんて。俺はね、聞いてんだよ。それはい、うん、分かれるね。要するに、やりすぎると味覚障害を起こすっていう歯医者もいるんだよ。だから、ボーの言ってることも間違いじゃない。正解です。まあ、正解かどうかわかんないけど。
なんだよ。健康オタク、傍若夫人。そして自分の性生活が健康ではない。そろそろ生理も上がるんじゃねえ、この野郎。死ね。俺ももう死んでまーす。おでは死んでまーす。歯科女子っておっぱいくっつけてくるでしょ。いや、太郎よ、むしろ、あのね、歯科助手は、顔で確実に選んでるよ、あれ。ね、技術では選んでないからね。そういうことじゃない。うん。そう思わない。だいたい歯医者行って、受付にピンクの制服着てる店は、店っていうか、歯医者は、だいたい信用できねえ。ああ。いいねえ。トーク回ってきたろ、もう。な？これで寝起きか寝起きじゃないかが分かってくるわけですよ。うん。おう。いや、ピンクの制服ってあれ、いやー、まあいいけどよ。ピンクが制服で、うん。清潔感があるのかどうかわかんないけど。歯科女子から口の中、もういいからそういうの。うん、未知数。歯医者行ったことあるよ。昔はな、子供の頃は俺、野球やってたから、噛み合わせが、わかんねえか、レアル。野球のピッチャーって、いい？一球こうやって投げるときに噛むんだよ。だから俺奥歯はほぼボロボロになってたの。今みたいにマウスピースをつける文化がなかったから、俺の時代は。わかる？うん。で、バッターもそうなんだよ。だから、俺ぐらいの年代の今の引退した野球選手、歯、ほぼボロボロだよ。歯ボロだよ。うん。金があるやつは、インプラントやったりなんだりしてるけど。だから、じゃあ今度大谷翔平の、だからあれはインプラだから全部ダメだったの。だから自分で全部きれいにしただけの話でしょ。だから大谷翔平のフルスイングの時のスローを見てみ、もろくそ歯食いしばってるぜ。じゃねえと球なんか飛ばせられねえよ。だから俺もな、傍若にラブコールは歯食いしまんねえと飛ばせねえよ。ウェイ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 、死ねって来るかな。へへ。食いしばれる歯がなかったら、
歯茎でいいんだよ。そうそう、ラグビーなんかもそうだよ、太郎。あの、当たりの強いスポーツはみんなそう。うん。そうだな、ラグビーなんかもう多分結構きついんじゃねえのかな。ラグビーは特に首とかは鍛えねえとなんねえかな。うん。もう今日坊ちゃん暇でしょうがねえんだこれ。へっ。いや、ボクサーは3分間ほぼ息してないって聞くしね。いやー、それはないと思うよ。ダッキングしたりとかするから、そうではないとは思うけど、ただ、一回の呼吸、吸い込む酸素量が多いんじゃない？ああ、だから、うん。ビッグマッチな。どっちが勝つと思う？20億円マッチ。すごいよな。ファイトマネー、20億円だぜ。おい。夫人は夜はカラオケ大会行く言うてましたよ。いや、だから、昼間は行けないんでしょ？うん。夜はパパ帰ってくるから、あ、ネットの上のやつで行くの？そっか。あんまり下手なんだから、カラオケ大会あるのか。言ってんじゃねえよ、この野郎。竹内マリアだけ歌ってればいいの。あ、参加しないんだ。なんだ、行かねえんだ。行かねえってか、そのグループには参加しねえってことな。まあまあ、それは楽しくは行きゃいいし。ああ、放送を見に行くだけってことな。うん。マリコはよ、いつもいつもよ、俺のことばっかりよ、文句ばっかり言うからよ。あんやろよ。こないだ会えてよ、俺よ、鍵ロックしてたんだよ。わーとか言って言われたけど、あいつ俺んちの鍵は開けれるけど、あの、俺カチンって立って出たんだよ。来るの分かってたから。いつも通りカチャって鍵開けてフィッて入ってこようとしたらガチャンってなって、ネタはネタだから、ああすぐそういうので怒るんだよ。
帰ろうとしましたが、ああとか言って表で言うから、待ってろよっつって。でも待ってくれるの。アリちゃんは。ね。だから、ここロムってる人間も、なぜ、傍若夫人が、俺の家に、年中、遊びに来てんのかは、謎なんだろう。ってことはだよ、答えは一つしかないんだよ、お前ら。一つしかないんだよ。ああ、始まったよ、始まったよ、また。暇だからモードに入っちゃったよ、これ。はい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 。皆さん、こういうこと言いますよ。暇で他にやることがないの？ねえ。ちょい。この野郎。まあ、答え一つだとは思ってるけどね。だって、マリコは放送外で溺れているときは、子供みてえだから。うん。放送外を隠し撮り、あ、レアル？そういうことは俺はしない。マリコもそれは知ってるから。なあ。俺はね、そういうことをやって、俺の放送で俺を沸かすとか、俺の放送でバズらせようなんていうことは絶対しない。うん。うん、そんなね、こすいことなんかやるやつは、すでに消えてってる。今までもそういうことやってたやつがいるの。わかる？わかってる？ずるいやつは消える。俺は、マリコにはずるいことはしたくないから。今度さ、俺さ、カレンダーさ、あそこにさ、貼っといて、マリコの、データを全部変えとけって言いたいんだけど。クエスチョンじゃねえよ。ほえ、ホワイ？来れる日と来れない日か。違うよ、レアル。来れる人来れない日かじゃないの。会いたい人会いたくない日。あ、違う。会いたい人会えない日。ウェーイ。うるせえじじいって言われるから。まああんまり言わねえけど。おえ。お前、マリコめ、さっき放送終わったんだから、もう横になって
もうパパもいねえんだから、おーって寝てんじゃねえの？あいつな、横になってな、携帯横持って、あーうるせえなって。あいつフリックすっげえ早いからな。ああ。もうやろうって。やっぱな、若いと早いな。びっくりだもん俺、家でよ。音の流れがカーって流れんの。生理中はあんまり来ませんね。でも、そんなことないよ。うん。なあ、マリコ、そんなの気にしねえもん。あの人はそんなの関係ないの。もう自分がピーンって、ああ、おなちゃんち行こうと思ったら、バーンって行くから。うん。まあ、ほらさ、もうここでさ、どの道やらねえのにって、もう俺が 悪者になってるわけじゃん。明日、殺しに行くっていうのを、ね。俺、まあ、いいや。殺ちゃないで。マジで。うん。そうそう、マリコよ。俺よ、ご飯食べるようになってきたじゃん、最近。そしたら、なんか、体が、ほら、腕とかも太くなってきてんだよ。ほら。何？夫人がコメントしまくるときは溜まってるときだよ。溜まってないよ。この間も15時間も俺とお布団の中で一緒に年々ゴロンゴロンしてたんだから。うん。それはね、レモン、それはあなたの感覚。だいたい傍若は俺に来たら布団入ってゴーって寝てるから、あ、いびきはかかないよ。うん。ちょっとさ、ションベン行ってきていい？一回ね。ほら、飯食ったらほら、やっぱなんだよこうやってよ、腹。15時間もいて手を出さないのは失礼ですね。そうですかね。